高やん。この山と川を見ながら最高、本当に。おいしい。贅沢じゃない？今日はコロナ禍でも安心して温泉が楽しめる素敵な露天風呂がついたお部屋のある会津芦ノ牧温泉丸峰別館にやってきました。今ね、お部屋まで案内してくれるって。広いね、あったね。うん、はい、ありがとうございます。行くよ。行くよ。さあ、脱げばいいんです。さあ、温泉がある。ない。わー、すごい大きい。わー、川もバッチリ。すごい。川見ながら入れるよ。今ね、お風呂のお湯調整してくれるって。ここのおまんじゅうがめっちゃ美味しいの。この丸峰の黒糖まんじゅうがめちゃめちゃ美味しいの。マジでママこのまんじゅう一番好きなの。美味しいなって。もちもちでしょ。うんうんうん。あ、うまっ。うん、うまっ。1秒、2秒、3秒で食べれる。外も行きたいね。あの神社あったじゃん。うん、神社行きたい。ちょっとお散歩行ったらお風呂入るね。うん、やば。ママが食べる。一回、あのお風呂見てくる。うん、ちょっと。めっちゃいいお湯じゃん。全然いいお湯じゃん。わー、最高すぎる。綺麗。これ昼間と夜といっぱい入んなきゃ。1日に5回ぐらい。ね、1日に5回じゃなくてもずっと入ってないんじゃない、寝るまで。これは時間が無駄になるんだ。こういうこと。神社に行ってみよう。湯泉神社だって。お風呂を楽しむ前に少しお散歩することにしたよ。ゲゲー、結構急だよね、ここ。ほら、あれお湯で。あ、本当だ。沸かしてんじゃない。触って。ほら、出てる。これお湯で雪溶かしてんだ。いや、熱いな。熱い。熱い熱い。おー、ここがもしや源泉なのかな。一個だけある。よし、お風呂に入ろう。入ろう。ね。大丈夫。
え、最高じゃん。最高でしょ。すげえ最高だよ。やばいよね。この山と川を見ながら最高、本当に。やばい。マジか、まず天気からすごいよ。まあ、雪が降ってても綺麗だろうね。これから家族4人で、客室露天を楽しみたいと思います。綺麗な景色を眺めながら家族だけで入るお風呂は最高でした。飲み物飲む？飲む。飲む。あれ、パパあるわ、子供ビール。よし、酒飲むか。酒飲むか。酒これね、子供の飲み物子供ビール。よし、飲むか。乾杯だ。飲んど。風呂上がりのビールは美味しいですか？うん、美味しい。うん、あはい、お子様ランチは？お子様ランチじゃない、お子様ディナーです。うわー、うわー美味しそう。カエデとあったの大好物しかないじゃん。カエデはここにお肉もある。お肉？そうだよ、これ後で焼いてくれるんだって。ハンバーグめちゃくちゃ美味しい。本当？はい、おい、デザートですよ。やばいね、あったもうお姫様じゃん、こんなお姫様じゃん。はい、おじい様だ。贅沢じゃない？うん、ねえ、うん、贅沢でしょ。プリンも、プリンも、ほら、なんかこのプリンお花だね。うん、うん、最高。いちご。夜ご飯を食べた後はお部屋に帰って家族でまた露天風呂を楽しみました。とっても素敵なホテルだったよ。みんなも行ってみてね。また見てね。バイバイ。登録もよろしくね。